今日はベストコスメをいっぱい紹介しようと思います。こんな感じでベストコスメ多分やったんが1年前、2019年の12月28日やから2年かな。まあ紹介したいと思います。髪の毛さ伸びてさ、ちょっともう一回切ろうか伸ばそうか悩んでんねんけど、でもこの長さちょっとあんまなんか前までくくられへんかってんけど、今こうくくれるから楽やねんけど、ちょっと悩んでます。ちょっと前髪も悩んでる、どうしよう伸ばそうかな。まあいいや。じゃあまず化粧下地から。化粧下地は2つあって悩んでんけど、両方ともちょっと違うから、まあ両方いいやと思って、デパコスとプチプラで紹介します。プチプラなんかな、ロフトとかで売ってるような感じのやつと百貨店コスメ。じゃん、これ、アンドビーの UV ミルク、ナチュラルベージュ、SPF50、PA++++。まあ、石鹸で落とせるから、メイクをそんなせえへん人でもとか、すっぴんの日でもありかなって思うので、おすすめ。白とベージュがあんねんけど、自分はベージュが好き。なんか、ちょっとみずみずしい感じ。トーンアップはあんまりする感じはせえへんけど、白よりこっちの方が馴染むし、匂いが柑橘みたいな匂いで、自分柑橘の匂い好きやからこれが好きやねんけど、すっごいちょっとみずみずしくて馴染むし、ペタペタせえへん。これはよく使ってます。少量で結構顔に伸びるから、うん、使ってる。日によってとか今日その日何するかによってベースメイクとかは変えたりするけど、これが好きでお気に入りです。なんか塗り心地が他にない感じで、これはめっちゃ好き。水分じゃないけど、ジェルじゃないけど、なんなんやろな、とりあえず塗ったらわかんねんけど、クリームって感じじゃない感じで、これが良くておすすめ。で、次がランコムの UV エクスペールトーンアップローズ SPF50+ PA++++。 自分は結構ピンクのトーンアップ系のやつが好きで、自然にトーンアップする。なんか自分は紫とかを塗るとちょっと白くなる感じがすんねんけど、このピンクやとちょっと自然にトーンアップするから好きで、これもいい匂いやねんな。これは何の匂いやろ、なんかいい匂いのバラの匂い、バラってよりいい匂いのバラの匂い、こんな感じで、なんかピンクベージュみたいな感じ、めっちゃ毛生えてる。まあこれは塗るとさっきのちょっと量が多いっていうのもあんねんけど、こっちもまあまあみずみずしくて、アンドビーよりかはトーンアップする感じ。ちょっとこっちはまあ塗りすぎたからトーンアップしてるのもあるけど、うん、でもちょっとピンクの方がトーンアップする。なんかさ、今日ノーズシャドウしてないのにめっちゃなんか黒く見えんな。なんかいい匂いで、女の子の匂いがするから気分が上がるからよく使ってる。この2つのどっちかを使ってます。でも最近はどうせマスクでよれるから、下地、コンシーラー気になる部分、透明の粉で抑えるみたいな感じやねんけど、だからトーンアップしたいからこっちを使うことが多いけど、こっちも塗り心地が好きで、まあ気分で使い分けてます。下地が終わって次はコンシーラー。コンシーラーも2つあんね。うわ、コンシーラー2つあって、コンシーラーは2つあるんですけど、じゃん、アンドビーのファンシーラー、ベージュとオレンジのやつやねんけど、なんかコンシーラーってスティックやったらちょっと硬すぎて、ここのなんていうの、涙袋とか目の下のシワに、まばたきをするときにここのシワでコンシーラーが消えてなんか変な感じになんねんけど、これはなんか柔らかすぎひんし硬すぎひんし、この硬さがファンデーションっぽい硬さね。めっちゃ使ってるわ。ファンデーションっぽい硬さで。こんな感じやねんけど。なんか柔らかいね、ほんまに。チップのコンシーラーよりかは柔らかくないけど、スティックよりかは柔らかくて、ほんまに塗り心地がファンデーション。コンシーラーとファンデーションやったら自分はファンデーションの方が綺麗に肌につくねんけど、コンシーラーやとちょっと浮く毛穴とかに綺麗にさ、ここら辺が乗らんかったりして気になったりすんねんけど、このなんかファンシーラーは硬さがファンデーションっぽいからすっごい綺麗になじむし、色がオレンジの方の色は結構クマが消えるし、今年入って結構使ってた。こんな感じです。すっごい服が水飲んでる、ガブ飲み。
ごい肌になじむからコンシーラーが浮いてる浮きやすいみたいな人にはすごいおすすめかも。次もまたコンシーラーやねんけど、このコンシーラーはまだ2回しか使ったことないねんけど、この前仲良しのヘアメイクさんにおすすめしてもらって、それでちょっと試したらめっちゃ良くてすぐ買いに行ってんけど、コスメデコルテトーンパーフェクティングパレット01番、なんかめっちゃいい匂い、まずいい匂い。4色入ってて、これはちょっとよくわからんねんけど、オレンジっぽいのとちょっと黒いのとライトベージュみたいな感じで、ブラシとチップみたいなのが入ってて、自分はこのブラシを使うねんけど、じゃあこれ隠すか。粉でもないねんけど、アンドビーの感じでもないし、パレットのコンシーラーでもないし、ちょっとサラッとしてんねんけど、すっごい綺麗に隠れるし、クマがめっちゃ隠れる。じゃあここ隠しますね。ちょっと塗りすぎた。でこう周りでブラシでぼかしたら、あ、出てきた。ちょっと下手くそやったけど、ちょっとあでも隠れてるやん。ちょっと下手くそやったわ。ちょっとうまく隠れへんかってんけど、さっき撮ったからちょっと編集で載せとく。今化粧下地しか塗ってないんですけど、コンシーラー塗ります。このブラシがついてて、このブラシで塗んねんけど、自分はクマが結構やばいからオレンジブラシに取って、ほらすごくない？なんか結構軽いねんけど綺麗に消えんねんの。うん、ほらちょっとこれやとオレンジっぽかったりしたら、上からちょっと明るい色を塗る。うん、ちょっと際まで塗りすぎちゃった。すごくない？でスポンジでちょっとこうなじませて、こんな感じ。すごくない？こっちとこっち全然違う。めっちゃいい。クマとかが気になる人、自分は結構茶グマとか、あと目尻の色素沈着とかが結構あったりすんねんけど、このブラシでサッサッサッってやったら塗ってる感がなくて、すっごい軽いくて綺麗に隠れるからすごいおすすめ。アンドビーはファンデーションみたいに隠ししたい人、なんて言うんやろ、ファンデーションみたいにしっとりスキンケアみたいなテンションで隠ししたい人がアンドビーで、コスメデコルテはなんかちょっとほぼふわっとした粉みたいな感じで隠したい人はこのコスメデコルテのやつおすすめ。久々に百貨店でコスメ買った。いい匂い。自分はまあテカリが気になるからパウダーは持ち歩くけど、目の下のヨレが気になるって人とかはクッションファンデとかの質感が好きな人はクッションファンデがいいと思うけど、隠せるとこだけ隠せれたらいいみたいな人はささ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 で終わるから、これいい気する。以上、チークディーンとブラーフィニッシュオールザットモーメンツブラッシャー503、韓国のお友達からプレゼントでもらってんけど、すごいこのフォーラルピンクみたいな感じでふわって綺麗に乗る。ブラシでチョンチョンチョンって取って結構つけても綺麗にふわってつくし、コツがなくてもふわってなるから可愛い。色も絶妙で血色感出るから、これを最近ふわっと塗ってます。なんかここのチークとアイシャドウ全部ちょっとマットっぽくておしゃれな感じで、すごい可愛かった。これちょっと大人っぽい韓国コスメみたいな感じで、これはおすすめで、次はアイシャドウ、これフーカルーア15色アイシャドウパレット1番のパリ、ロフトで買った中国コスメ。色鮮やかすぎてそんなめちゃめちゃ使ってるわけじゃないんやけど、粉落ちせえへんくて、アイメイク自分は結構寄りやすくてメイク直しをめっちゃしててんけど、あんまりせんで良くなった。いや、これはちょっとベストコスメじゃないかもしれへんけど、粉落ちが全くせえへんくて好き。毎日使ってたのはこれとこれだけって感じ。でもほんまにいい、使い心地はいいです。これで次、これ見て、イーグリップスっていうんか、イージーリップスって呼んでた。イーグリップスのフラッシュシャドウパレット3番のリトルサンシャイン。黄みが強いオレンジのパレットってあんまなくて、ブラウンっぽかったり普通にオレンジに寄ってたりするんだけど、ちょっと黄色っぽいなんか山吹色みたいな、こういうパレットって珍しいなと思って買ってんけど、結構な使える。こういう色ってなかなかないなと思って、よくこれをアイホール、今日もアイホールに塗ったりとか、なんていうの、こういうラメとか真ん中のこの色とかは全部発色がいいねんな。めっちゃこういう感じ、結構
派手に見えるけど使いやすい感じの色で、シメ色っぽいのとか、あとちょっとこういうベースカラーになる色とか、繊細なラメとかも入ってて、一つで何パターンもメイクができるし、一つでアイメイク完成するし、色が絶妙で可愛いなと思って、キューテンで買い物すること多いんやけど、このアイシャドウが一番好きかも。キューテンで買った中で、わからん、でもあんまな給食パレット買うことないんやけど、捨て色がないからおすすめ。あとはマスカラ、マスカラがリカフロッシュから出たマスカラの中から2色どっちか悩んでて、リカフロッシュのメガステッキスペルブラウンと桜ポーション、今日はブラウン使ってる、見える？わかるかな？なんかって感じ。ブラウンも普通のダークブラウンとか明るいブラウンっていうよりかは茶髪、茶髪の色みたいな、あの色落ちした茶髪みたいな色やねんけど、絶妙なカラーで茶色やから馴染むけど、存在感あるけど浮いたりせえへんから好き。桜ポーションは色が可愛い。でも自分はまあブラウンとかが普段使いすることは多いけど、日が当たる日とかにちょっと桜つけてたら可愛いなと思って、バーガンディとかも結構使うねんけど、特にお気に入り。まあ地まつげみたいってよりかは、自分は結構バサバサが好きやから、こういう感じで一本一本ってよりかはバッてなる感じ。カラーマスカラで色つけたいけどボリュームとかロングさは出したいみたいな人におすすめ。カラーマスカラでも盛りたい人、なんか色を変えたいだけじゃないみたいな人はこれがおすすめ。最後はこれ、獅子みたいなとこの I'm your hero dual water cleansing っていうウォータークレンジングやねんけど、あの最近使い始めてめちゃめちゃ良くて、コットンで拭いてやった後のすっごい乾燥してる感じがせえへんくて、すごい保湿感。なんか説明書に書いててんの、あのインスタ見てたらってやってたら動画を作ってくれて面白かったっていう話だけです。即落ちと保湿、これと一緒にこのサステナブルコットンがついとってんけど、これがめっちゃ良くて、環境にいいみたいなのももちろんいいし、こういうウォータークレンジングでコットンを使って落とすとコットンの消費量がめちゃめちゃ多いんよ。なんかちゃんと落ちきらへんくて、めっちゃコットンを使わねんけど、ふわふわのタオルみたいな感じやねんけど、ちょっとこれ洗濯バサミの跡ついてんだけど、この2枚でアイメイクから顔からもう全部全部綺麗に落ちるから、すごいこれが好きで、お風呂入るときはやっぱお風呂でクリーニングするけど、ちょっとお風呂入んのちょっと今日だるいなとか、帰ってきて今すぐ落としたいみたいなときとかはこれで落とすねんけど、ウォータークレンジングあんま好きじゃなかったんけど、最近これ使い出してからめっちゃ好きで、これでクレンメイク落とすこと多くて、コットで思いっきりこすったりしたらちょっと痛いじゃないけどさ、なんかこすってる感あるけど、ちょっとタオルっぽいから優しい。そう、いつものお洗濯と一緒に洗濯機で洗ってことで何度でも繰り返し使えるサステナブルコットン、表裏使って落として、表裏使って落として全部落として、ちょっと自分は水でこうやってこすって洗ってネットに入れて洗濯して普通に一緒に浴室乾燥でしてんねんけど、意外との、まあ、汚れはついてるけど、アイメイクとかで真っ黒になったりせん、まあ多少の汚れはあるけど、ちゃんとした手入れもしてないのに綺麗やし、何よりなんか刺激が少なそうな実感がするのがめっちゃ良くて、これはもうここ1ヶ月ぐらいのめっちゃお気に入りです。ということでベストコスメ終了しました。なんかもっとお気に入りで使ってるやつあっただなって思ったけど、それはもう去年から使ってたやつやったりしたりしたから、今年でやったやつにした。今日はほんまにコスメだけの話しかしてないけど、ベストコスメでした。終了です。終わり。ということでまた更新します。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。